今日も来たんだ。もちろん、君に会うのが俺の癒しだからね。あっそ、エリカちゃん、今日もクールなところが素敵だな。俺は佐藤直人、一般企業に勤める26歳のサラリーマン。彼女はエリカちゃんといい、俺が通うキャバクラの女の子だ。エリカちゃんは誰に対してもクールで塩対応けれど、その懐かない猫のような態度がお客の心をくすぐって大人気だ。どうにかして彼女に懐いてほしい。そんな欲求を刺激されてエリカちゃんを指名する人は多い。今日もボトル入れるからね。無理しなくていいのに。無理はしてないよ。俺はエリカちゃんに輝いてほしいんだ。だからこれは俺の気持ちなの。本当に飽きないわね。飽きるわけないよ。俺は君が好きなんだ。あっそ。他にも可愛い子や愛想のいい子はたくさんいるのに、わざわざ私を選ぶなんて変わってるわ。確かにこのお店にはたくさんの女の子がいるよ。どの子も魅力的だ。だけど俺はエリカちゃんがいい。だってエリカちゃんが一番だから。私が一番だから俺、エリカちゃん以外指名する気ないよ。ふーん、そうなんだ。へえ。でもそれって誰でも言うセリフだよね。嘘っぽい。嘘じゃない、本当だ。俺は君以外興味ないんだ。ちょ、熱弁しすぎ、うるさいよ。あー、ごめんね。でもそういうことにしておいてあげる。佐藤さんの言葉だから信じてあげる。エリカちゃん、とりあえず今日も仕方なく相手してあげるわ。ありがとう。あー、もうやっぱり可愛いな。エリカちゃんと会うのが俺の癒し。彼女に会えばどんな辛いことがあっても癒される。だから月に 1,2 回会える時間が俺にとっての大切な時間。それがあるから毎日頑張れていたのだけど。今日はエリカちゃんを指名できないんですか？今日は VIP のお客様が来ていて、そちらについているんです。そうなんですか。2週間ぶりだったから会いたかったのにな。でも指名できないなら仕方ないか。はあ、また来週にでも顔出すか。あら、佐藤じゃん。やばすぎくん。まさか会社の同僚にこんなところで会うなんてな。確かにここに来てるのは知ってたけど、鉢合わせることはなかったし。それでもう帰んの？本命の子が今日指名できないから、もう帰ろうかなって。はあ？ここまで来たのに何もしないで帰るのとかもったいない。それに最近プロジェクトの仕事で忙しいだろ。息抜きも必要だぜ。そうは言われても俺、エリカちゃん以外興味ないんだよな。っていうか、どうせなら付き合えよ。今日はおごってやるからさ。というわけで決定。ほら行くぞ。ちょ、やばすぎくん。うわ、意外と力強っ。どうしてこうなった？俺はエリカちゃん以外興味ないのに。やばすぎくん、強引すぎだよ。強く断れなかった俺も悪いかもしれないけど。お兄さん大丈夫？ぼーっとしてるけど。エリカがいないから落ち込んでるの？どうしてそれを？だってあの子がいつも自慢してるもん。だからずっと羨ましかったんだよね。自慢って何をだろう？これを機に今後は私を指名してよ。なぜだろう、背後からナイフよりも鋭い視線をものすごく感じるぞ。おい佐藤、楽しんでるか？しっかり楽しめよ。シャンパンタワーを追加で。やばすぎさん最高。視線に気づかなかったことにしよう。それから1週間後、俺は改めてエリカちゃんに会いに来ていたのだけど。あの、エリカちゃん。ズーン。ゴーン。ダメだ、いつも以上にツンツンしてる。やっぱりあの視線、エリカちゃんだったのかな。俺が他の子を指名したから怒ってる。エリカちゃん、あの、この前は。
嘘つき。エリカちゃん、なんで俺抱きつかれてるの？こんなの今までされたことないのに。でもあれ、だんだん力強くなってきて。私以外を指名してましたよね。しましたよね。抱きついてるんじゃなくて、これ逃げられないようにホールドされてるだけだ。なんであんなことしたの？私以外は指名しないって言ってたのに。あれはそのもういいから、佐藤さんなんて知らない。ごめんエリカちゃん、事情はどうであれ約束を破ったのは俺だ。許してもらえるなら何だってするよ。アフター、今なんて？だから今日アフターに付き合ってって言ってるの。そしたら許してあげるわ。今までアフターなんて誘っても断られてたのに。やばすぎくん、ありがとう。来たのはいいけど、ずっと無言。やっぱりこの間のこと怒ってるのか。どうしよう、このままは きついぞ。この間のは帰ろうと思ったんだけど、そのエリカちゃん、私には飽きた。だから他の子を指名したの。私、あなたの言葉信じてたのに。それなのに、ずっと私だけだと思ってたのに、よそ見をするなんて。待って、何この状況、どういうこと？飽きないで私だけを見てなさいよ。エリカちゃん、俺は、出る。ここではダメ。平気だけど大丈夫かいな。すみません、お支払い済ませたらすぐに帰ります。そんな急がんでもええけど、その人大事な人やろ。ちゃんと連れて帰って面倒見たりや。なぜそれを？そんな見てたらすぐわかる。たまに話すバーテンさんだけど、本当によく見てるな。あと生前はしっかり食うんやで。何言ってるんですか、からかわないでくださいよ。カニな、とにかく連れて帰らないと。はや、エリカちゃん寝ちゃったか。せよせよせよ。かわいいな。いつもお仕事お疲れ様。今日はゆっくりお休み。おやお。翌朝。おはようございます。まあ、エリカちゃん起きた。おはよう。佐藤さん、私には昨日の記憶が一切ないの。もしかして私たちは一線を越えちゃったりとか？越えてないよ。え？手を出さなかったんですか？出すわけないでしょ。大事な子なのにそう簡単に手なんか出せないよ。襲われなかったのは私に魅力がないから。え、どうかしたの？いえ、何でもないわ。昨日は迷惑をかけて本当にごめんなさい。お詫びがしたいから、今度の休み時間を私にくれない？時間？一緒に出かけてほしいんだけど、ダメかしら？喜んで。あれ、でもこの間のことはもう怒ってないのかな？何？なんでもないよ。変に蒸し返すのはやめておこう。そしてデート当日。エリカさん。何？なんでこんなに距離感が近いのでしょうか。デートの距離はこうだって雑誌にあったの。デート？男女が二人で出かけたらデートでしょ。そうかもしれないけど。じゃあ行きましょうか。やばい、俺の心臓持つかな。かわいい、ここのマスコットがいるわ。ねえ、記念に一緒に写真を撮ってもらわない？俺はいいよ、遠慮しておく。そう、ツーショットとか緊張しすぎて頭がどうにかなっちゃうよ。ただでさえ心臓バクバクなのに。落ち着け、俺の心臓。1時間後。見て、美味しそうなクレープ。よかったら一口どうぞ。いいよいいよ、大丈夫だよ。エリカちゃんが全部食べて。
そっか。一緒に食べたらエリカちゃんと関節キスになる。そんなの俺の心臓は耐えられない。爆発する。なんで今日はこんなに積極的なの。かわいすぎるよ。ああ、そうだ、ここの目玉ってあのジェットコースターなの。どうせならあれ一緒に乗らない？いい思い出になるし。ジェットコースター、ここでひよったらあまりにもダサすぎる。いいよ、行こうか。うん。しかし、それからしばらくして。気持ち悪い。苦手なら言ってくれればよかったのよ。断るのかっこ悪いかなって思って。そういえば出会った時もこんな感じだったな。あの時は俺が飲み会で飲みすぎて公園で潰れちゃって。大丈夫ですか？あの、ここ私の家ですけど、ゆっくりしてください。すみません、あの、本当に。お酒飲みすぎたら辛いですよね。わかります。君は？私は鈴木エリカって言います。キャバクラで働いているので、飲みすぎた人の看病は得意ですよ。若いのに大変ですね。社会勉強と同時に学費も稼げるので一石二鳥なんです。学費？新しく学びたいことができたから、大学へ進学するための学費を貯めてるんです。あ、そうか。だったら。この出会いをきっかけに、俺は恩返しのつもりで彼女の店に足を運ぶようになった。最初はただ学費の足しになればと思っているだけだったのに、気づけば彼女に恋をしていた。エリカちゃんは営業で優しくしてくれてるのはわかってる。でも気持ちは止められないんだよな。やっぱり好きだな。大丈夫？だいぶ良くなってきたよ。ありがとう。次はあまり早くない乗り物でも乗りに行こう。そうね、ゆったりしたのにしましょう。こうして僕とエリカちゃんは遊園地を思い切り楽しんだ。それからも俺は足しげくエリカちゃんの店に通い続けた。通えば通うほど好きが大きくなっていく。そろそろ抱えておくには限界を迎えた俺は、エリカちゃんに告白することを決意した。しかし、このままじゃ俺は努力してるエリカちゃんにふさわしくない。だから今参加しているプロジェクトが成功したら告白しよう。これで昇進できるし、エリカちゃんのために立派になって気持ちを伝えるんだ。そう決めた俺は仕事を今まで以上に頑張った。しかしほとんどの時間を仕事に費やしたので、お店からは足が遠のいてしまっている。エリカちゃんに会いたいけど、仕事が終わるまで我慢。って、あれ、珍しい、エリカちゃんからメッセージだ。今度話したいことがあるの。お店いつ来れる？ごめん、まだしばらく行けないんだ。そっか、わかった。また今度改めてちゃんと話を聞かせてね。よし、久々にエリカちゃんを接種できたし頑張るぞ。そしてさらに数週間後、プロジェクト作業が一段落し、あとは結果を待つのみとなった。よう、お疲れ。ヤバスギ君もお疲れ様。プロジェクトもあと一息だな。とりあえず久しぶりにキャバに行ってゆっくり癒されようぜ。疲れた体には女の子だろ。俺もエリカちゃんに会いたい。なあ、そう、そのエリカちゃん店辞めるらしいぞ。え、なんで？なんかことぶき大社とかなんだとか。嘘だ。 VIP に来てたイケメンと結婚するらしいけど。そっか、あの時の話したいことってこれだったんだ。それでキャバなんだけど。いい、やめとくよ。おい、エリカちゃんがことぶき大社をすると聞いてから、俺はキャバクラに行くのをやめた。けれど行かないって決めて3日しか経ってないのに辛い。ことぶき大社か。だったらお祝いした方がいいんだろうな。おめでとうってちゃんと伝えたい。その時に迷惑かもしれないけど、はっきり気持ちも伝えよう。花束買いに行くか。すみません、エリカさんに会いに来ました。おやおや、
君はエリカを指名していたサトシさんじゃないか。あなたはエリカに会いに来たの？今さら？客がいつ来るかなんて自由だけど、彼女の心をもてあそぶだけのつもりなら近づかないでくれるかな。あの子は君の言葉を信じているんだ。自分勝手で振り回して申し訳ない。そのことについては反省してます。エリカちゃんには迷惑をかけるつもりはないけど、伝えたいことがあるんです。伝えたいことって？俺はエリカちゃんが好きで、大好きで、だから彼女の幸せを願ってます。どうかエリカちゃんを幸せにしてあげてください。いや、なんで君が幸せにしないよ、そこまで言うなら。はい、でもあなたと結婚するって。結婚？何のこと？だってエリカさんはことぶき退社するんですよね。やだ、それ勘違いだよ。ことぶき退社するのは別の子だよ、別の子。それに日本では同性婚は認められてないから無理だよ。あ、同性？僕、女だよ。可愛い女の子をめでるのが趣味でね。ここのオーナーとも仲良くさせてもらってるし、出資もしてる。いわばパトロンのようなものだよ。可愛い可愛い、うちのお姫様が落ち込んでたから心配してたけど、この様子なら大丈夫そうだよ、エリカ。エリカちゃんいたの？じゃ、二人でしっかり話し合いなさい。あとはよろしく頼むよ。あの、エリカちゃん、俺不安だったの。彼女が来てから佐藤さんがそっけなくなった気がして、デートの時の反応もいまいちだったし、もう私に興味がないのかも。でも嫌われたくないって彼女にいろいろ相談してたの。え、あの、それってもしかして、私佐藤さんのことが好き。他のお客様相手に失敗した時、励まして受け入れてくれた。それだけじゃない、素直になれない私も好きだって言ってくれた。ツンツンしすぎてたのは本当に申し訳ないと思ってるわ、エリカちゃん。佐藤さん、こんな私でもあなたの恋人になっていいかな？もちろんいいに決まってるよ。こうして俺とエリカちゃんは恋人同士になった。エリカちゃんはあの後、学費がたまったタイミングで仕事を辞めて大学へ進学。それと同時に俺と同棲することに。ヤバスギ君からは勘違いの情報を教えたことを謝罪された。けれどそれが付き合うきっかけにもなったので、彼には感謝している。そして月日が流れて、大学今年で卒業だね。学びたいこと学べてよかった。それで大学卒業したら俺のお嫁さんになってくれないかな？それって愛してる？結婚してください。喜んで。